はい、ひろゆきジェットモトブログ、国道191号線を走っています。今中戸方面に走ってるんですけど、楊貴妃ロマン堂ロードというのがあって、元の隅神社主来って書いてます。竜宮の潮吹き、誰かが、竜宮は潮吹いたっていうことですけど、まあそういうのがあるんですね、こちら。ちょっとこれはまあまだまだ、まあすぐちょっと進んでいきたいと思います。今こちらのね、区間山陰本線は、なんか今、活動休止中なんか、その、被災の影響もあるけど、あんまり乗る人も少ないから、止めてるのかな、JR 西日本さんっていうところなんですけど、私は、最寄りの駅はだいたい人丸駅かな。ここまあ長門市立、もう長門に入ってますからね。結構遠くまで走ってきましたよ。まだまだ進みますね。行くぞ。はい、右に曲がると俵山に来るんですね。491号線大母ダムっていうのがあるんですね。しかしまっすぐ進んでいきたいと思います。川を渡ります。長門の中心街まであと14キロというところです。ここは油谷っていうのかな、あ、湯屋、湯屋っていうんだね、油の屋根ね、油の谷で湯屋。おお、なんかセブンイレブン久しぶりに見た感じがする。
この道やっぱ少ないもんね、コンビニはね。なんかセブンイレブン見て嬉しいっていうのが、なんかお腹が痛い時と同じくらい嬉しかったかもしれない。まあお腹が痛い時の方が嬉しいけど。あ、そこ駅だ。そこ駅なんだ。左曲がったところが。結構街なんだね、ここね。サンマーというスーパーがありますね。9時から9時までですね。コメディがありますね。おめこメディがあります。ひとまるいうとこですか。なんかなかった、ひとまるじゃない。雨の道なんですけど、まあ、まあまあな車、まあそんなに車ないけど、陽気日の里と川尻岬。まあ進んでるわけですわ。どんどん進んじゃいましょう。ルージゼットです。初めて撮ったよ、この後。田植えしてたらね、ちょっと邪魔で申し訳ないので走れないんで、今日はその気配がないので。おー、いいね。線路の横をずっと走る。これぞ、今私は今まさに